ヨーゼフ・エイチのイマン・ヨーゼフ・エイチのイマン・ドイツ・ライネ、出身の写真家、メディアデザイナー、フォトアーティスト、フォトジャーナリスト、美術師や、1974年に抽象写真の作成の写真技法ケモグラムを発明した。1967年から1970年まで、出身地であるベスト・ファーレン・ライネで、写真家、グスタフ・ベニングに指示。 1974年から1986年までドルトムント応用科学大学で資格コミュニケーションを学び、1979年からミュンスターのベスト・ファー・レン・ビルヘルム大学でジャーナリズム、哲学、美術史の学位を取得した。1979年からドルトムント応用科学大学で写真デザインとソーシャルワークの部門で教職に就いた。以後、 コンピューターサイエンス学部で20年間、電子メディアを使用したデザインの講義を行った。1986年から、ドイツ、オーストリア、フランス、スイスの様々な出版社の写真を撮影した。特に、CJ、ブッヒャー・バーラグのために、ロシアのパノラマカメラホライゾンを頻繁に使用した。そこで、パリ、ウィーン、スイス、ミュンヘン、ドイツ、トスカーナ、 シチリアなど多くのパノラマ絵本が出版された。彼の絵本、ドイツは1987年と1990年に2回、コダックフォトブック賞を受賞した。さらに、連邦大統領リチャード・フォン・バイサッカーによって序文が提供され、4万部以上の印刷物で数年間に渡って、連邦政府により、世界中に配布された。 1986年から1987年まで、トルトムント応用科学大学のデザイン部門で、教授の地位にあったノイマンは、ハラルド・マンテと共に、1986年から1988年までの、バーラグ・フォトグラフィーでの映画の創造的仕様とレンズの創造的仕様に関する2つの標準的な作品を書いている。百九十三年、ケルン応用科学大学で、 写真工学の分野で教えた。1994年に日本カメラ社、極光学工業合資株式会社の創立75周年を記念して、ノイマンのカメラの新しい世代の集中的かつ、創造的な調査についての著書、ズームコンパクト創造が出版された。ドルトムントの居住地で、ゲルハルト・ピー・ミューラーと共同で撮影した教会の、 宝物に関する2冊の大規模な絵本のルーファスを1987年と1999年に出版した。ノイマンの画像アーカイブは2003年8月以来、ドイツのハンブルクに拠点を置く完全デジタル、画像代理店 bildkontor.com によって管理されている。ポルトガルで2003年から写真とビデオの分野で芸術的に活動している。 2004年6月からハンブルクのポスタロデシャと協力してノイマンの写真作品を使用して実際のハガキを送信するためのハガキポータルのインターネット販売を始めた2012年1月彼はアルゼンチンのアーティストバージニアノバリンと共にドルトムントのユニオン地区にスタジオ E 日をデを、オープンしたノイマンはフリーランスのフォトデザイナーとして印刷及び 動画像メディアを使用した画像及び製品広告の分野で制作を行っている。また、民間企業の国家機関に加えて写真学の分野でも定期的に講師として働いている。1986年からドイツ写真協会の会員となった。カラーフォト、フォト、フォトヒッツ、フォートヘフト、フォトマガジン、ミノール・タミラー、ニコンニュース、フォト、フォトグラフィー。 フォトレビュー、プロフェッショナルカメラ、プロファイフォートなど、ドイツのすべての主要な写真雑誌で取り上げられており、ドイツ語での多数の写真を寄稿し、ヨーロッパで出版した。1981年から1996年まで、デュッセルドルフとチューリッヒの都市の写真部門のメンバーだった。1990年から1992年まで、雑誌フォートヘフトの編集長を務めた。 ジポデジタルハガキ、ケモグラム、グスタフ・アイ1974年の変換は、実験開発にあった、ケミグリマンに、化学グラム編集を続ける、化学物質に加えて、同じプロセス内の基礎として、ワークプロセス写真用紙上に第一の光学画像と、次に、黒白写真シジレルノイマン短時間アインベリクテイテで、行われた。この芸術的創造の継続において、 1976年に始まったノイマンは4色分解のスクリーン印刷を使用して食用写真プリントを作成する最初の成功をしたテスト試行で実験し用語をエンボスした。ホターミディア社が設立され1992年末にドルトムントでマルチメディアプロジェクトの電子画像処理に焦点を当てた研究が行われた。ジポディジタルポストカードは 1992年から1996年にかけてマルチメディアのスペシャリストであるフレッド・ティフ・バルターと共にこの非常に集中的な研究から生まれた。1996年ダップまでの開発、商標登録及び3.5インチディスクで編集可能な世界初のデジタルハガキのマーケティング1976年に食用写真プリントの作成に関する研究が開始された。 これは、ピエゾ印刷技術と食用食を使用して行われた。1998年の予備的な結論。絵本教科書古典展示会への参加賞と、賞、ビトラグで ZD 会、ウーバー大フォータキナ・インケルン。2016年3月16日閲覧。ハンネス・シュミット、ベメカンガンズ・デン・キー・モグリマン、フォン・ジョゼフ・ノイマン、オステレオン・インデア・フォートグロフィック・スタジオ・ボルリー。 コンプロフェッサー、パンバルター、イン、フォト、プレッセ、ヘフト22、1976、S6、ガブリエル・リヒテル、ヨゼフ・エイチ・ノイマン、キーマグラム、イン、カラー、フォート、ヘフト12、1976、S24、テーマ3、第ホッチグロンズベルトでジョゼフ・エイチ・ノイマン、イム、スタートジャーネルで WDR、2016年3月16日閲覧、 ビトラグフォームレイディオセンダー91ニドルトムント2016年10月16日閲覧オクトゥーラシュトゥンダで WDR 2016年3月3日閲覧 WDR インタビューミットマタイアスボーオンガートフォーム25.11 1998 2016年10月16日閲覧ありがとうございます